横手城本丸、秋田神社境内にある、瀬尾県中の石碑瀬尾県中は、秋田県横手市に残る伝説に登場する人物である。通称がゴロベイであることから、瀬尾ゴロベイ県中とも呼ばれている。また、海力であったため、大力瀬尾県中とも呼ばれている。昔、横手の武士、瀬尾ゴロベイ県中が、用事があって、まだ人気のない早朝に家を出た。 蛇の先端を歩いていると、向こうから赤ん坊を抱いた女性が歩いてきて、県中に、しばらく赤ん坊を抱いていてほしいと頼んできた。他に誰もいなかったため、県中は、やむを得ず赤ん坊を預かった。女性が去った後、県中は、次第に赤ん坊が重くなってくるのに気づいた。さらに赤ん坊が成人のような目つきをし、県中の喉元を睨むため、危険を感じた。剣中は、 小柄を抜いて、口に加えた。赤ん坊の重みはいよいよ増し、ついに耐えきれなくなり思わず念仏を唱えた。粉から地ほどして、ようやく女性が蛇の先端に戻ってきて、赤ん坊を受け取り、お礼にお金を渡そうとしたため剣中が誇示すると、女性は、自分は、土地の氏神で、今氏子の一人が難産で苦しんでいたので助けを求められた。あなたに預けた子はまだ生まれていない子で、 だんだん重くなったのは、母親が危険な時だった。あなたの念仏のおかげで、親子ともも助かりました。死死孫孫に渡り、力をあげますと言って、手拭いを差し出した。賢中は受け取って、用事のために急いで橋を去った。翌朝、賢中は顔を洗おうとして、前日もらった手拭いを思い出し、それで顔を洗った。手拭いを絞ったところ簡単に切れてしまったので、賢中は、 力を上げますという機能の女性の言葉の意味を理解した。手拭いが弱いのではなく、県中の力が強くなっていたのだった。西欧県中の石碑がある秋田神社横手城内で、県中の帰り行きが評判になった頃、植木に使う大木を運搬中に、蛇の先端で欄干に引っかかって、どちらにも動けなくなる出来事があった。県中がちょうど通りかかり、 大木を移動させようと必死に作業する妊婦に通行の邪魔であると声をかけた。妊婦はつい良くない言葉で返事をしたため、武士の県中はその無礼に起こり、大木を持ち上げるなり、橋の下の横手側の河原に投げ落としてしまった。この大木を引き上げるのに50人の妊婦が3日かかったという、現な8年の大梅州一期の時、 剣中は二軒余りの角材を手に持って、蛇の先端の上に立ち、一騎の信者たちを睨みつけ、追いのけて光明をあげたとも、また、剣中の下駄は、一頭余り入る味噌家の台ほどの大きさだったとも伝わる。ある雨の日、剣中が足田を履いて傘を右手に持ち、左の手のひらに大石を乗せて、急な七曲がりの坂を、雲なく登って、横手城へ途上する姿が、 人々を驚かせたという。現在横手公園の一部となっている横手城、本丸跡には大力無双、背を賢中と刻まれた石碑と彼が片手で運んだとされる大きな石が残っている。ある日、賢中が横手川の関門の台碑を持ってみなぎり落ちてくる水を支え、押し戻してその力を誇示していた。このありを川岸で見ていた一人の叔父が笑いながら上流を支えるより、 下流を押し戻してみようと言ったので、剣中、戻すに、何の難しいことがあろうかと扉を開いて下流に、押し戻そうとしたが満水に一丁ほど流され、これではどうかと思った時、大水が渦を巻いたので岸へ駆け上がった。おじすでにそこにはおらず、それ以来、剣中の力は弱まったという、武尊、妖怪絵巻より、うぶめの化け物、よさ武尊が、 宝暦四年の妖怪絵巻の中で、蛇の先が橋産めの化け物として描いている。それによれば、出羽の国横手の浄化蛇の先が橋産めの化け物。関口五郎太夫、雨降る夜、この化け物に出会い、力を授けられるとぞ。その後、江戸か島合戦の時、その手柄を表しけるとぞ。佐竹の家中にその子孫愚と説明をつけている。三女が大力を授ける。 この物語は、うぶめの霊物型に属している。三女は、上術のように、城の山中の氏神だと名乗っている。佐竹氏家臣、県定とも、佐竹氏の久保田天保により、すらミの守るとともに、日立国より従ってきた茂木百鬼の一人、秋田領横手城下の本町に今日構えたと伝わる。横手城下町の内町と大町。 四日町などの外町とを分ける横手川に架かる橋、送り盆祭りでも有名、菅江ますみ、雪の出わ路に、蛇の先の名の由来が掲載されている。それによれば、オロチとカッパがこの淵で争い、なかなか勝負がつかなかったが、カッパが別の淵に移ってヨロヨロとなったオロチが淵の、主になったという説話である。セオゴロベエュ中が大力を授かった話は、広く知られ、 幕末から明治にかけて著名であった、孔男子桃川女燕は、これを粉飾して、寄席の講座で、溝の口半路城の題名で講演した。小泉役もは、日本祈団の中で、梅津中兵として、この話を掲載しており、柳田邦夫も、日本の昔話に、瀬尾滅部への伝承を記録している。お物川支流で、横手の市街地の中央を流れる。別名、旭川。この話は、 長野先生やわに伝わる、戦国大名を小の寺らしにより築城された山城、佐竹氏はここに歴代上代を置いた、失脚した本田正純預かりの城ともなった、ありがとうございます。